ていうのはもうすでに全てお見通し、うんうん、ただやっぱりね、サラブレッドとかね、進化論ってね、正式進化論じゃなくて突然変異ね、ええ、パソコンにも読めない人間のひらめきの新しい発想ね、だから例えば私そこですごく期待してるのは、あのね、障害のある子たちなんですよ。一見その世の中の弱者のように普通の教室で一緒に勉強できない子なんかがものすごい絵画の能力があったり音楽の能力があったり数学だけが異常にできるとか、まあ、それをね、プラスに評価するかマイナスに評価するかぶっ飛んでるってことですもんね。ぶっ飛んでる天才がその障害者の中に赤と天才紙一重っていうね、含まれる率が高いらしいんですよ。だって、うん、で、まあ、はっきり言うとそれ以外の平均的な人たちが世の中作ってるってことなので際立ってはいないと。学校の授業が平均的に優れた人間じゃなくてピョーンですもん ね。だからそこには平均値が集まるようにこう収束されていて、弾かれている人たちがものすごい能力を持ってる人なんだっていう東大の研究者が出てきたんですね。絶対かもしれないですね。そういう人を研究していくとそこに見られる。だからそこはもう選び抜いたらもう軒並みみんなすごいレベルの能力を発揮する。それはまあ特殊なあの研究でしたけども、まあ見渡すとあのどこのクラスにも一人か二人パーみたいなやついるじゃないですか。うん、俺はあいつらを愛する存在にしなきゃいけないんだなって、うん、思い始めてて、でそのそういうものが本当のバリアフリーなんだろうなと思いますし、うん、なんかね上から見たりなんか下げすんだりそういうことだけがその解消すると世の中良くなるじゃないですか。やっぱりこう日々変わりながらも、まあ、世界平和というかどういう方向性に進むのかっていう、はい、こうバリアフリーだったりとか、そうそうそう、ね、地球をなんか、もう本当にその昭和平成までは足の引っ張り合いをしていた時代でインターネットを使って人の悪口を言ってましたけど、今の子たちそんな価値観ないですよ。もうニコニコして顔出しで TikTok バンバン撮るんですよ。つまり人の悪口なんか言うよりも自分が心地いい発信をするんですよ。まあね、やっぱり発信ですよね。もう日本人が変わり目を迎えている大きな転換期だと思いますね。世界に先駆けて日本が発信文化、まあ、TikTok ですから中国ですね、これも発祥は、うん、で私も最近そのよく見てと思うのはすごい可愛い子だなと思うと中国人ですね。日本人の子よりも、うん、その、まあ、ルッキズム的にもどんどん、うん、なんていうのな、精度を高くしていって、うん、それはね、そこにダンスとか歌とかも、超絶に人数多い中から探した方がいると思ってて、そうそうそう、あ、もう母体、あの文法が違うんですもん、ね、そう、日本で可愛い芸能人探すって言ったら子供少なかったら少ない、そうそう、1億人の中に1人しかいない確率だとしたら、うん、そしたら10億から13億だったら13倍美人がいるってことなので、そうそうそう、だからそこら辺が一番今日の話の先頭に戻って、やっぱり人口増えていくことが必要不可欠なので、一個は人口増えることと、やっぱりもう一個このネット関連、現実にネットは制限しない、これですね、テーマはもうネットは制限しない。まあ、だから今本当にヨーロッパなんかはアメリカに牛耳られているのが嫌で、ガーファをコントロールしようっていう EU が法律作ったんですよ、ね、うん、でそれによって実はヨーロッパの市民が今まで通り便利にインターネットを使えなくなる可能性があるんですよ。制限かけていきますからね。だって例えば未だにその中国の中では Google 見れないんですよ、 YouTube 見れないんですよ、 Facebook 見れないんですよ。It makes me wonder.